住民の皆さん、慌てないでください。そんなに急がなくても大丈夫ですから。モンスターはまだここまで来ていません。特鉄隊が防衛線を張っています。騎士団の指示に従ってゆっくりと避難場所に移動してください。クイーンズメ、何をもたもたしているの。もう他の区画の避難はとっくに完了しているわよ。私たちも防衛線に戻ってヤクーツクさんたちを援護しないと。すみません、この区画はお年寄りと子供が多くて。だったら大声で怒鳴り散らすのは逆効果よ。みんなを安心させるためにも口調と表情には気をつけないと。優しくゆっくり丁寧に落ち着いて行動してもらうためには、状況を説明するよりも安心感を与える方が効果的なのよ。なるほど。だから皆さんずっと怯えた顔をしていたんですね。とても勉強になりました。ありがとうございます、ノッティングヒル。このくらい大したことではないわよ。また何か困ったことがあったら私に聞きなさい。クイーンズウェイの永遠のライバル、このノッティングヒルにね。ちなみにノッティングヒルが偉そうに言ったことは、先ほど向こうの区画でノッティングヒルがビビアンさんに指摘された言葉をそっくりそのまま言っただけです。ちょっとランカスター、余計なことは言わなくていいの。余計なこととは失礼ですね。今のノッティングヒルの発言はフェアじゃありません。己の未熟さも認め、他人のアドバイスを素直に受け入れる、それを忘れては騎士道から外れてしまいますよ。そんなことではいつまで経ってもクイーンズウェイに勝つことはできません。永遠に負け続けることを望むのなら止めはしませんけどね。確かにランカスターの言う通りね。というわけで、さっき私が言ったことはビビアンの受け売りよ、クイーンズウェイ。はあ。それでこそノッティングヒルです。自分のダメなところを素直に認められるのがノッティングヒルの可愛いところなんですよね。私がしっかりと手綱を握っておかないと。手綱？何のこと？いえ、何でもありません。ランカスターは相変わらずノッティングヒルの扱いがうまいな。あれ、まあ皆さん、まだこんなとこにいはったんどすか。カラマチさん、こんなところで何をしているんですか。もうすぐそこにゲームが迫っているんですよ。早く避難区画に移動しないと。そない怖い顔せんとってくださいな。うちなら大丈夫どすよ。この人たちに渡すもん渡したら、一人でとっとと逃げますから。それとクイーンズウェイは、あんまり大声出すと子供たちがびっくりしちゃいますよ。こういう時、騎士班は冷静沈着に対応せんといけません。ああ。クイーンズウェイ、さっきと全く同じことを言われていますよ。すみません、気をつけます。すみません、カラマチさん、クイーンズウェイと同じ質問をもう一度させてもらいます。はて、あなたはここで何をしているのですか。何をしているって、お仕事をしているんじゃ。何をしているかよりもどうしてこの場にいるのかが少し気になりました。カラマチさんはミストトレインに乗っていませんよね。そういえばそうですね。私たちも必要最低限の人数で現場に急行しましたし。もちろん乗車リストにも載っていません。駐屯地を出発した時に確認しました。まあ皆はんやしお話ししますけど、うちは独自の仕入れルートを持っとるんどす。
ミストトレインがセントイリスの駐屯地に停車しとるときは、付近の村々を歩いて回っとるんどすわ。仕事柄、危険な場所には慣れてるっていうのもありますさかい。心配をかけることもありますけど、慣れてる分、戦わずして逃げる術には長けてるつもりなんで。錦の商人は多少危ないところにも足を踏み入れるって吉野さんも言ってましたね。へえ、うちは錦の商人の中でも特にガツガツ動き回ってしまうたちやから。唐町の仕入れてくる品物は騎士団内でも評判が高いわ。それだけの仕事をしながら怪我一つしないのはすごいと思う。まあ、わりかしの信頼がないと通行証やらなんやら発行してもらえまへんからな。錦で鋼鉄人形を倒した時も別動隊としていろいろと調べてくださいましたよね。なるほど。仕事でたまたまこの町に居合わせたというのは分かりました。それで唐町さんはどのような用事があってこの危険区域にいらしたのでしょう。非戦闘民の立ち入りが禁止されたこの場所に。そないな言い方せんとってくださいな。うちだって特鉄隊の一員、うちなりの戦いというものがあります。唐町さんなりの戦い？モンスターと命のやり取りをすることだけが戦いじゃおまへん。うちにだって住民の皆はんのためにできることがある。避難する人たちに必要なもんを配っとったんどす。人によっては気の身気のまんま逃げていく人もおります。そういう人の力になってあげられるんが物をようさん持ってる商人の強みやと思っとります。もちろんお金は一切受け取りまへん。唐町さん、素晴らしいです。まさに騎士の鏡。ええ、全くその通り。いや、うちは騎士じゃなくて商人なんやけども。ランカスターもそんなにしつこく詮索するんじゃないの。商人だって戦場を駆け回ることぐらいあるものよ。唐町も私たちと同じ目的のために戦っているの。そう、正義と愛のために。申し訳ありません。唐町さんを疑うようなことを言って騒動の中にいたもので少し不安に感じてしまったようです。ええよ、うちだってランカスター藩の立場やったら同じ質問すると思うわ。そんじゃ、うちはこの人らに必要な物資配ってささっとおいとまします。さあ、私たちものんびりしていられませんよ。三人で協力して速やかに避難を完了させましょう。そうね、行くわよクイーンズウェイ。はい。腕試しにはちょうどいいわ。見えるものか。避けられるかしら。逃げ場はありませんよ。見えるものか。避けられるかしら。見えるものか。避けられるかしら。逃げ場はありませんよ。計算通りの結果になりました。
後ろ後ろ。次から次へとしつこいわね。って多いわ。一体どこから湧いて出るのよ。これでよし。よしじゃないわよ。あんな派手なのぶちかますなら一声かけてくれたっていいでしょ。すべてうまくいくとは限らない。それが戦闘というものなのだよ、ヤクタン。でも今のは危なかったよ。後ろにもちゃんと注意してね。こういう時はどこからでも敵が出てくると思わないと。分かってるわよ、それくらい。ヤクタン、こういう時はなんて言うの？はいはい、助けてくれてありがとう。今日もモフモフ、耳と尻尾が可愛いヨシノちゃん。これで満足？満足。それにしてもものすごい速さで増えていくね。結構頑張ってると思うけど、到着した時よりも明らかに霧が濃くなってる。発生源が一つじゃないのよ。強そうな奴を優先的に狙ってるけど、ゲームもミストモンスターも増え続けているわ。一体セントイリスに何が起こってるっていうの？ヤクーツクさん、遅くなってすみません。クイーンズウェイ、ビビアン、お待たせ。ちょっと離れている間にすごいことになってるわね。住民の避難は？無事に避難区画への誘導が完了しました。私たちも加勢します。よかった。クイーンズウェイたちが来てくれなかったらちょっとヤバかったかもしれないよ。ものすごい勢いで敵が増えてるんだ。クイーンズウェイだけじゃないわよ、私たちも加勢するわ。ノッティングヒル、それにランカスターも。これは心強い味方が増えたね。私たちが来たからにはもう安心よ。私とクイーンズウェイはかつて永遠のライバル。騎士学校の試験やコンテストでは常にトップを争っていたわ。私たちの代で最も優秀な騎士学生といえばノッティングヒルかクイーンズウェイ、あるいはその両方だと言われたものよ。ほう、これは頼もしいね。へえ、なかなかやるじゃない。その情報には誤りがあります。うわ、なんか出た。騎士学校のデータによれば、学校主催のコンテストや試験でクイーンズウェイさんがノッティングヒルさんに敗北したという情報はありません。お二人が永遠のライバルであるという点は否定しませんが、公式記録だけで見ればノッティングヒルさんは永遠の2位というわけですね。それでも十分すごいですが。さすがはイルロンド家の巫女、掴んでいる情報も突っ込んでくるタイミングも完璧です。ノッティングヒルとは学校の授業以外にもいろいろな勝負をしてますから、永遠の2位というのは言い過ぎかと。そうよ、直近だとくしゃみの風圧でちり紙をどこまで飛ばせるか対決では、私の方が好記録を出した覚えが。はいはい、おしゃべりしない。人数も増えたことだし、ジャッジャと防衛線を固めるわよ。そうだね、みんなで力を合わせてモンスターの群れを押し返そうと言いたいところなんだけど、発生源がないところから霧が。さっきからこの調子なのよ。頑張ってまとめて倒すようにはしてるんだけど、モンスターが湧くスピードの方が速いの。ただのゲームではなさそうですね。魔力の感じ方もいつもとは違います。これは要警戒ですよ。広範囲に複数の霧を発生させる強い主がいるのかもしれませんね。でも発生源らしき霧は見当たらない。クイーンズへどうするの？この調子で霧が拡大すると街が丸ごと飲み込まれてしまうわよ。発生源がミストモンスターなのか、そうではない何か別のものなのか、それによって
対策は異なりますね。ミストモンスターではないもの？はい、古代の機械部品などがそれに当たります。錦で見つかった鋼鉄人形もそうですね。特鉄隊が発足してからというもの、通常とは異なるタイプの幻夢が多数観測されています。それらの原因となる発生源も特殊なものが多かった。霧を吐く危ないお人形、血管破りの友禅はその力を利用しようとしていたよね。ベルフォレットでは鉄の要塞も出現したわよね。シェネンブル要塞だね。マジノキャノンっていう超ヤバいロボットがいたところだ。どれも霧の発生源は単なるモンスターではありませんでした。巨大な鉄の遺跡が現れたり、地形そのものが大きく変化したり、常識では考えられないようなことも起こっています。フィンチリー教官に言われたことを思い出しましょう。ゲームとの戦闘において意表をつかれたという言い訳は通用しない。常に考え、常に疑い、判断し、決断するのだ。イレギュラーに備えろ、勢いに任せるな、己の力を過信するな、ですね。見えない敵がどこかに潜んでいる可能性があります。全方位を警戒しながら住民の安全を最優先に行動しましょう。戦闘継続が無理なら退却も視野に入れないと。まずは住民が避難するまでの時間稼ぎが必要よ。できるだけ私たちに注意を引きつけておきましょう。私とヨシノ、ランカスターは派手な魔法で広範囲を狙う作戦で。了解しました。ノッティングヒルとクイーンズウェイは前線の押し上げと敵後方の偵察も兼ねて前に出てください。少しでも手応えの違う敵と遭遇したらすぐに下がってくるように。わかりました。ヤクーツクさんとプトラさんは車掌さんのそばにいてください。援護が必要になったらすぐに知らせます。最悪この前線は破られてもいい。住民の方の避難が完了し、騎士団の防御網が完成すれば最悪の事態は防げます。何よ、クイーンズウェイったら前よりうんと頼もしくなってるじゃない。ノッティングヒル、何をボサッとしているんですか。切り込みますよ、遅れずについてきてください。あ、もちろんよ。そっちこそちゃんと私についてきなさいよね。お洋服が汚れたらどうするのよ。これで決めるわ。見えるものか。そんな格好おしゃれじゃないわ。絡まったワカメにしちゃうよ。避けられるかしら。えっ、逃げ場はありませんよ。私のスワンボートは止められないよ。おしゃれじゃないわ。日々の修行の成果です。ここで粘りましょう。敵のペースに飲まれない方がいい気がします。
どうして？時間なら十分稼いだでしょ。時間は稼げています。でもあまりにもうまくいきすぎている。それが問題なんです。ゲームの広がり方とモンスターの挙動に法則性があります。まるで私たちの攻撃に合わせているかのようです。本気で襲うつもりならもっと一斉にかかってくればいいのに。法則性があるですって？そんなの全然気づかなかったわよ。考えても見てください。これほど大規模なゲームが高速で拡大しているんですよ。本来なら私たちだけで食い止められるはずがありません。確かに。前方にいるモンスターはまっすぐ私たちに向かってきていますが、他のモンスターはそうじゃありません。程よく散開して霧の中を移動している。だからといって街になだれ込むわけでもない。じわじわと範囲を広げて私たちを後方に追いやっている。でも偶然でしょ。これがもし偶然じゃなかったら。指揮官またはモンスターを操っている人がいるってこと？そんなこと本当にありえるの？ありえないと私も思っていました。でも老練城塞でさまよう生と戦ってからその考え方は変わりました。この世界にはゲームと共に生きようとする人もいる。霧を恐れず、モンスターを恐れず、それらを利用しようとする人が存在するんです。クイーンズウェイ、クイーンズウェイ、ノッティングヒル一瞬体験、全体社長の周りに集まって。ヤクーツクさん、一体何があったんですか？後方からの圧力が急に強くなったの。両翼に発生してたゲームの中から一気にミストモンスターが突っ込んできたのよ。わかりやすく説明すると、あっという間に包囲されました。そんな、街の方は大丈夫なんですか？ここから見える範囲では居住区に侵攻している様子はないわ。私たちの後ろについて距離を保っている。セントイリス騎士団が使う典型的な包囲戦術です。まさかミストモンスターにこれをやられる日が来るとは。クイーンズウェイの言った通りね。このモンスターの群れは統率されている。理由はどうあれ、こいつらが人間みたいな動きをしているのは間違いないわ。見た目がモンスターの分まだマシね。さまよう生がこんな風に襲ってきたらと思うとゾッとするわ。狙いは町ではなく私たちです。時間を稼いでいたのは向こうも同じだったというわけですね。だからといってこのままずっと膠着状態が続くとも思えないわ。ミストモンスターの狙いは何なのかしら。私らを包囲することが目的ならすでに達成してるよね。このままじわじわと距離を詰めてくるのかな。数は多いですが、どの敵もそれほど強くはありません。老練城塞で戦った時のように密集体系を維持し円になって戦えば突破口が開けるはずです。私とクイーンズウェイが対局にいた方がいいわね。車掌さんは円の中心で指揮を取ってもらいましょう。ちょっと待ってください。二人ともそんなに慌てないで。この数を相手にするには盾と槍の数が足りません。魔法と呪術に頼ってもこの人数差は埋められないかと。それに敵の強さが常に一定だとは限りませんよ。目の前にいきなり強敵が現れたら陣形が崩れて終わりです。だったらどうするって言うのよ。戦わずして強行突破なんてそれこそ無理よ。発生源が分かれば別だけど、それができないからここまで追い詰められたんでしょ。それはそうですけど、老練城塞で戦った時はデトロイトがいた。発生源を突き止める能力がいかに強いか今回の件ではっきり分かったね。和平交渉のために来てくれたというわけではないようですね。
後ろにもいる。全部で6体。本当だ。でも距離がある。叩くなら前方の3体を先に。もっともっと戦うの？逃げる方が良くない？もちろん逃げられるのならそうします。ですが、私たちを包囲しているということは、逃げられないようにしているということです。こちらから動いて退却の糸口を見つけた方がいい。退却は大前提です。でもそのきっかけは戦いの中で作るものと思いましょう。今の答えを聞いて安心したわ、クイーンズウェイ。あなた大人になったわね。これまでたくさん失敗してきましたからね。嫌でも学びますよ。仕方ない。鼻をくくりますか。くくるのは腹ね。鼻くくってどうすんの、牛じゃないんだから。危機的状況での前衛役なんて燃えるわ。このメンバーで戦うのはいつ以来かしらね。私とノッティングヒルとクイーンズウェイ、騎士学校の同期でという意味ですか？それなら特鉄隊に入ってからは結構一緒に戦っているような気がしますけど。うるさいわね。気分よ気分。まったく、のんきなものですね。騎士学校を思い出すなんて言わないでくださいよ。こんなハードすぎる状況、まず授業ではやりません。何もないところから急にモンスターが現れた。いいえ、わずかに霧がかかっています。鉄路の探求者が入ったゲームでしょう。それほど驚くことはありません。持久戦を狙っているわけではなさそうです。まずは目の前の雑魚を一掃しましょう。ノッティングヒル、慌てず騒がず落ち着いてですよ。ええ、慌てず騒がず落ち着いて。そのぐらい分かってるわよ。子供じゃないんだから。気を引き締めていきましょう。一人ぼっちじゃないもんね。すごいの行くの。相手を弱っても許さない。綺麗な花が咲きますように。もっても許さないよ。避けられるかしら。逃げ場はありませんよ。スライターを持っても許さないよ。すごいな。逃げ場はありませんよ。避けられるかしら。足を引っ張らないように気をつけなさい。ナイターを弱っても許さないよ。およそ計算通りの結果になりました。